青山学院大学陸上競技部長距離ブロック主将の飯田貴之です。青山学院大学陸上競技部長距離ブロック主務の野川寛太です。本当に結果を見ていただければ分かる通り、本当に今年のチームは層が厚いっていう言葉が本当に似合うチームで、本当に最後の最後まで誰が走ってもおかしくない状況を作れたので、それが本当に今年のチームの強さだったかなっていうふうに思います。今年のチームが始まって、最初に飯田の方から今年1年間強さを求めた走りをしていこうというような言葉があって、その言葉に習うかのように他大学を寄せつけないすごい圧倒的な、勝ちというところにつながったので、箱根駅伝だけではなくて1年間通して本当にいいチームに仕上がったなというふうに思います。幸先いいスタートではなかったよね。やっぱ出雲全日本って勝てなくて準優勝だったので、自分の思った走りができなかったんで、自分に対するなんか苛立ちとかも正直ありました、出雲全日本は。全日本負けて飯田と一緒に帰りましたけど、その時に、僕から多くは言ってないというか、もう次やらないといけないことは本人が一番分かっていたので温かく見てました。いや、感じてました。監督からはなんか、普通だったら、普通の大学だったら多分やらかした選手に対して多少感情をぶつけたりとか怒ったりとかするのかなと思うんですけど、原監督は本当怒らないで、今回は俺の采配ミスだからっていうふうに言ってくださって、野川には自分本当にその日は本当に落ち込んでたんで、もう毎回ずっと多分電車の中でも謝ってたのかなって、それを全部受け止めて静かに聞いてくれてたかなって思います。監督は冷静にその全日本のレースを全体的に見てて、僕の走りも冷静に分析してくださって、飯田の場合はあの場面は絶対攻めた方が良かったねっていう、その中でやっぱ迷ったら攻めるっていう言葉が生まれました。振り返ってみればいい負けではあったと思いますね。ただ立ち直りが早いのも僕の特徴ではあったので、それを踏まえてやっぱ最後は絶対勝ちたいからっていうのはチームに伝えたので、それもあってそこからの2ヶ月は本当気が引き締まった中でチームとして練習から取り組めたのかなと思います。そうですね、僕から見た飯田は本当にかっこいい主将でした。一言で例えるなら、例年に比べるとなんかキラキラしてたのかなと思います。全体ミーティングの場で最後に僕たち2人喋るんですけど、その時に飯田がよく、毎回毎回すごい元気を与えるような言葉というか、力のある言葉をいつも口に出して全部員に伝えていたので、よく監督とかもおっしゃってますけど、言霊というか本当に言葉に力が乗ったような、すごいいつもスピーチをしてくれるので、そういった部分見てるとやっぱり今年の、青山学院大学の強さに直結していたのかなというふうに、今振り返ってみて思います。これまで自分この大学4年間で3人のキャプテンの下でやってきて、やっぱり自分がキャプテンになるにあたって、その3人と自分を比べた時にどうしてもやっぱ力的には劣っているなっていうのは思ったので、やっぱその競技力で補えないところっていうのは、やっぱそのミーティングとかでの声かけだったり、日頃の姿勢とかで示さなくちゃいけないなっていうふうに思ってたので、言葉選びというかそこら辺は一応自分なりには選んでやってたかなって思います。そうですね、もう責任感の塊ですよね。
もともと選手としてこの一緒に入ってきて、まあ、ちょっと悪い言い方すると頑固な部分もあったのでまあ自分っていうのもしっかり持ってるので、まあ、そこら辺も安心して仕事とかも任せられたかなって思います。大学3年生に上がるタイミングですね。そんないきなり切り替えはできなくて、やっぱりまあ、悔しさとかいろいろあったんですけど、まあ、その箱根駅伝を終わって自分がまあ今後チームにどういうふうな形で還元できるのかなっていうふうに考えた時に、ここまでいろいろ指導とかしてくれた原監督とか奥さんとか、そういった人たちの恩返しできる役職はマネージャーかなというふうに思ったので、マネージャーに転向しました。まあ、主務になって僕が一番、まあ、心がけていたことというか意識していたことは、やっぱり選手一人一人が試合当日ベストパフォーマンスで走れるために自分が今何をしないといけないのか、まあ、マネージャーになってからかもしれないんですけど、人と喋ることがすごい好きになって、結果が出てない選手だったりとか、やっぱ話聞いてみないとわからないなっていうのを4年間で分かって、コミュニケーションをすごい大事にしてきた1年間だったかなというふうに個人的に思います。はい、まあ、なんだろう、まあ、意識したのはやっぱ自分をさらけ出すというか、